兵庫県北部には大雪警報が発表されています。神戸地方気象台は北部では今日夕方にかけて大雪に警戒するよう呼びかけています。発達した低気圧が日本海にあって、今日夜には新潟県から東北南部付近に進む見込みです。また近畿地方の上空およそ1500メートルには氷点下12度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。今日午前11時現在の積雪は上町上野高原で153センチ、豊岡で21センチ、霞で20センチとなっています。まさかこんな一晩でこんなに降るとは。ね、4回目の大雪でしょ。そうですよね。30センチは。ね、うん。でも溶けては降る、溶けては降るだから、まだ大丈夫。兵庫県では明日明け方にかけて大雪となる見込みです。今日午前6時から午後6時までに予想される12時間降雪量は、いずれも多いところで北部で50センチ、南部の山地で40センチ、平地で10センチとなっています。神戸地方気象台は積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。